11月上旬、シロモッチは和歌山県にやってきました。寒いな、これ。まだ、前11月の前最初やろ。はい。ちょっと、ああ、どうなんや。昨日、音ついてめっちゃしけたみたいな。うん、そうですね。木枯らし1号。はい。あと、木枯らし1号来ましたね。なあ、今が一番秋磯から冬に入って、はい、いい季節やねんけど、今年はやっぱりずれとるみたいな。ああ、そうなんですか。うん、ずれとるで、まあまあ毎年言うけど、うん、極端にずれてないの、あんまり。まあ、今日ぐらいからちょっと爆調するかなって思いたい。今日は、うん、どちらに。今日は、口合うか、枯れ木なのに口合うか。これ意外と今までやっ主題やってるよな。フリーズも来てない。確かにそうですね、うん、ちょうどまあスーサーミミロズの間やな。はい、の口合うか。でまあ有名のある今日はあの沖の三石って、まあ沖三つ中三つ平とこであるんだけど、その中のこの中の三石いうとこで、ちょっとバック調もそうやけど、ちょっとお腹ぐらいのちょっと40ちょいそこそこなやつ釣れへんかなと思って、ちょっと楽しみかな。マジっすか。うん、それ釣ったら今日はちょっとグレシャブでもちょっとしようかな。うん、あんまり釣れなんで、そのホンダールでいいがみとかね。ほんまに。なるほど。うん、ね。わかりました。うん。きますか。やるで、はい、いつものやつますか。何がえ、何いやいやいや、ちょっと久しぶりにやっとくか。はい、うん、しゃあないな。ちょっと恥ずかしいね。ちょっとなんか人耳やるし、ちょっと恥ずかしいね。結構浮いとくか。よし、それでは磯尻人口100万人を目指して、今日という今日は出勤するぞ。いくで、サントリーの正直やで。だい、ちょっとキャッキャッ、ちょっと消えちゃうや。はい、消えちゃう。だってこの間から、なんだ、石田やろ、分からんだやろ、この人と分からんだやろ、これ3度目の正直の、うん、やるで、うん、あの、ユーバーバの、なんだ、恨みちゃうわ、あんな、呪文を今日は解くで。前々回、宮崎県トトロエリアで石田を狙った白もっち。延岡市、はい、トトロ町、うん、船の名前が千尋間で、まあ延岡市の上が宮崎県ということで全部揃っとるやん。そんな夢のあるエリアで石田を狙いましたが、撮影前夜に降り続いた記録的大雨の影響により海は濁り、石鯛は姿を現しませんでした。湯婆婆に邪魔されたんだよ。今ちょっとね、今ちょっと神隠しになってる。そして前回は和歌山県潮岬エリアでキビナゴの大物釣りを行うも、迷走台風の影響を受け不発。番組開始から5年、初のスランプに陥った白もっち、今回でスランプ脱出となるのでしょうか。午前6時、白もっちは港を出発。今回白もっちがやってきたのは和歌山県すさみ町の口和深エリア。その中でも三石は和歌山県を代表する磯で、潮の流れが速く、さまざまな魚が狙える人気の磯だ。このエリアでは偶数日、奇数日で磯割りがあり、今回は中野三石という磯に上がります。久しぶりに乗った。こいな、潮がな、はい、上り潮の方がいいよ、ここ。はい。あ、どう？下り潮やな、これ。マジやな。間違いないな。まあ、釣れへんことないと思うで。こっちの方が部があるっていうか。あっち見て浅いよ。あっちに平床いうとこあんねんけど。はい。どっちでやるかやな、これ。下りだったらな。なあ、マサト。今日は、こっくりじゃないですね。そう。今日は、マサト君。僕のチームの子。うん、今日お手伝いに来てくれて。久しぶりやわ、ここ乗った。あれが沖の三石。
これが3つあるから三井して言うかな。アキラドコも合わせて。うん。だからもう名称の名称は枯れ枝切っての。うん。だから底もんもええし、はい、上もんもええしって。ほんでここらはこう塩がまあ言うたら川みたいに流れるとこやから塩があんま動かんときは食わん。この地方はこうまだいっぱいプラプラってあるやろこう。あの辺らはこう塩のあんまり動かんとこで。で秋から冬場がえ。でここらはもう年がら年中釣れる。かな。まあまあええで。ちょっと段取りしていいか、はい、ちょっともう心がもうこう踊っとるからな。久しぶりに乗ったりそうだ。流行る気持ちを抑え、まずは餌を準備。今日は何に使うんですか。いつもと一緒。アミエビ。はい。オキアミの生。はい。で、ボイル。こいつはまあパラパラ巻くのと刺すのと。まだこれ水温高いからな。今11月の10日か。はい。まだ20。この間こう吹いとるから。ちょっと多少下がっとるけどね、まだ22度とかある。なんか微妙な水温な。昔はわいらが小学校とか、そやな、10Y が、むぞ、YY の29歳やからあやけどよ。はい、あの、ね、うん、忘れるとこでしたね。忘れるとこやったけど。時は、あの、この沖の水石とか、ここらでもそうやけど、はい、あの6畳のグレードがあるやん、なんかな。カゴ釣りとか、うん、よっしゃ。刺し絵はボイルと生。巻き絵を数回、海の状況を確認します。うわ、もうごっつい餌取りやわ。見えます。おう、あの白子台がおるな。続いて仕掛けを準備します。ちょっとまああのちょっと かっこいいよ。ちょっと唇ちょっと可愛いだろうからな。普通塗るやろ。普通塗るやろ。多分横置いてからこうにした方がものすごくこうしっとりするで。今度してみます。うん、やってみる。まあ癖だ。人に言うね。勝って。もうグッズ潤うから。しっとり男前になってかっこよく準備を進める。永遠の29歳白もっちは今回こんな仕掛けを使用します。今回の口は浮かの仕掛けです。竿が、釣り武者のオーガーハンド、1.5 の 5m、 リールがトーナメントデッド、3連番にバラ3ハンドルのハイブリッドをつけております。で、まあ、道とか3台のプロとの2号で、浮きが木場浮き攻めの2プラス BB で、落とし重りがガンヌスケの BB で、ハリス、これも夢を持って朝から2号でいきます。で、仕掛けなまりが、ガンジローの2号に針が1角の 7.5 号からスタートしたい。まあこう非常に夢のあるところなんで、朝からいきなり来るかもわからないね。ちょっと構えとってや。刺し絵は沖網のボイルから、浮き下は2広からスタートします。これ来るかわからんね、いきなり朝は。ごっつい、やっぱり。いや、これ釣れると思うわ。ああ、分からんけどな、まだ今こう朝で出てきとるから。潮があんまり動いてないやろ、こう。こうや、こうって、こういう雰囲気やな。地肩から入ってきとる。潮は今画面右から左にゆっくり流れているようだ。
下り潮です。今度は沖へじっくりと流してみます。あ、外れた。ババコかな、これ。イスズミか。ババかな。ちょっと不安になってきた。その大きい50なんぼとか。またもやヒット。ちゃうわこれ、なんか脱ちゃうか、これ脱やろこれ。来いや、さっきのもな、多分上で来るときだな。だからもう大きい釣ったから、こいつばっかりやろ。これ水温高い証拠やな、これ。一発目は脱です。脱脱しやれろこれ、こう。やめてや、お前。ごっつおれやな、この餌取り。見てみ、これ。これ、亀、亀、なんだこれ、今の。亀が今の。ワイの浮きの下よ、お前。え？なんかおったな。サメやないな。サメ。サメやないでな、亀やったな。こんな見えなかった。うそ。今度は何が来たのか？何これ、何これ。ムロアジとかじゃん。うわ、いよいよいよ、まあ、やめていこう。ムロアジなんか来ましたけど、これ。おい、鯉も湧いてきたら厄介やで、これ。クセや、クセや、クセや、ムロアジ。オッケー、ダメだ、これ。大きいわ、つったらかやろ、これ。これムロアジが連続ヒット。磯の周りにたくさんいるようです。もうちょっと手前やってみよう。今度は磯際を探ってみます。気づかれへん。するとこれサメやろ。これ、これサメやろ。あ、お前サメですね。ムロアジを追ってきたのか、サメが出現。そんな話聞いてないの。磯の周りに居つかれると釣りになりません。カメかな思ってたの、さっきまで。サメの背びれやったんやな、これ。ほら、来た来た来た、ワイの浮き、ワイの浮き来た。ほう、サメ、ほれ、見えた、取れた。サメが来るぞ、サメが。お、サメ来た、サメ、サメ、サメ。ほれほれほれ。あかんな、これ絶対。これこれ坊主食らうぞ、また。早くも諦めモードの白もっち。どうやって釣ったのか、どうしたら釣れるのか知りたい方は釣りビジョンクラブをチェック。クラブ会員にはもっと釣りが楽しくなるスペシャルな特典が盛りだくさん。釣りビジョンクラブ。